ズラタン・リュビアンキッチは、ユーゴスラビア・ルブリナ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。日本での登録名はズラタン。元スロベニア代表7歳の時に、父の影響でサッカーを始め、2002年に NK、ドムジャレに入団。2006から07シーズンに、リーグ戦で10得点を記録しタイトル獲得に、貢献すると、2007年に、ジャーナリスト選出のスロベニア年間最優秀。 サッカー選手賞を受賞した。同年夏には、スペインの RCD エスパニョールへの移籍の可能性が報じられた。2008年7月、ベルギーのカーヘントに移籍し、4年半の在籍期間中にリーグ戦125試合に出場し27得点を記録した。2012年7月に J リーグの大宮アルディージャに移籍した。 J1 第21節のサンフレッチェ広島戦で PK による初ゴール。30節の柏レイソル戦ではハットトリックを達成。同じく夏に加入したスロベニア代表のチームメイト、ミリボイエ・ノバコビッチと共に後半戦の原動力となり、チームの J1 残留に貢献した。2013シーズンは第4節から第10節までの7連勝に貢献し、2013年4月の 月間 MVP を受賞したが、シーズン終了後に、両友のノバコビッチ外席。2014シーズンは7得点を記録したが、チームは J2 へ降格した。2014年12月15日、浦和レッズへ完全一席。2018年12月13日、クラブから契約満了に伴い対談することが発表された。浦和での最後の試合出場となった第98回。 天皇杯決勝では、浦和で初めて、キャプテンマークを巻いた。試合は1から0でベガルタ仙台を破り、浦和の12年ぶり天皇杯優勝に貢献し、優秀の美を飾った。浦和対談後は、母国、スロベニアのチームで、アマチュアとしてプレーしていた。その後、自らの出身チームである ND スローブンにて、指導者としてのキャリアを開始、2021年現在、 トップチームのヘッドコーチを務めている。20から21シーズンでは3部リーグ昇格を果たした。2006年2月28日、スロベニア代表としてキプロス戦でデビューし、この試合で代表初得点を記録した。2010フィ f ファワールドカップではグループリーグ3試合に出場し、第2戦のアメリカ戦では2点目のゴールを決めた。試合はその後追いつかれ引き分けに終わったが、 自身は、サッカー人生においてのベストゲームと評している。UEFA ユーロ2016予選において、スロベニア代表は敗退し、自身も代表引退を表明した。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。